今日はレジン、マニキュアを使って手軽にできる虹の作り方を紹介していきたいと思います。空と雲のプレートも作りました。今回はこんな感じの仕上がりです。こちらはセリアで売っていたシリコンモールドなんですけれども、今回はこちらの型を使用していきたいと思います。では第1層目を作っていきたいと思います。今回は薄めのプレートを作りたいので、全体的に少しずつレジンを流していきたいと思います。こんな感じで、少しだけと乗せたら爪楊枝を使って少しずつ伸ばしていきます。この通し穴の周りがすごくレジン流れにくいので、全体に行き渡らせたらもう一度、この通し穴の近くにレジンを一滴落とします。そしたらそこから爪楊枝を使って誘導してあげます。こんな感じで全体に行き渡らせたら、硬化していきたいと思います。横から見て、ここの上についたレジンは取り除いてあげます。こんな感じで1層目を硬化したいと思います。硬化が終わりました。そしたら、ピンクのマニキュアですね、こちらを、まず最初に塗っていきたいと思います。こんな感じのクリアなカラーのマニキュアを使っていきます。少し取ったらこの辺りに置いて、少しずつなじませながら落としていきます。でこちらの通し穴の方、先端の部分がやっぱりちょっと塗りにくいので、こちら側は、筆を縦にしたりしたり、縦に向けてマニキュアを落としてあげるような感じで塗っていってください。で少し広めにマニキュアを置いてあげたら、通し穴の方に詰めていくような形で少しずつグラデーションっぽく作っていってあげます。そしたら今度は黄色のマニキュアを取り出して、こんな感じで今乗せたピンクの上にトントンと置きながら、少しずつなじませながら広げていきます。こんな感じでここに今オレンジが出来上がっています。重ねながら少しずつ広げていくイメージです。なのでこの時黄色も少し広めに塗っておいてあげます。そしたら今度はグリーンです。このくらいの量を取って、また黄色の上に少しずつなじませながらトントンと置いていくような感じで、少しずつ広げていきます。様子を見ながら、次にのせる青の部分に広がるように、少し実際に見える色よりも広めに置いていきます。少し見て黄色が足りなかったので、後からこんな感じで足していきました。そしたら今度はブルーをのせていきます。こんな感じで、少しこのくらいの量ですね、取ったら今乗せたグリーンの上に重ねるようにトントントンと広げていきます。このクリアなマニキュアは重ねながら混ぜ合わせながら、そこの中間の色を出していきます。で今回青がちょっと薄かったので、セリアでこのリキュールネイルというものを買ってきました。こちらはすごくサラサラしたマニキュアで、かなり透明感のあるそんなマニキュアです。こちらも今乗せた青の上に少し足して色味をつけていきます。トントントンと置いていく感じで色味を見ながら調節していきます。では同じものですね、リキュールネイルのかなり濃い紫もあったので、こちらも購入してきました。こちらを少し取ってちょんちょんと乗せるくらいで、かなりしっかり色がつきます。このマニキュアすごくサラサラなので、あまり乗せすぎないように注意します。こんな感じで、全部の色を乗せたら周りについた余分なマニキュアを取っていきます。中にある
ラメですね、こちらも調節ができそうなら自分の好みのところに置きますけれども、乾き始めていると思うので、そう乾き始めてたら触らないようにします。で、余分なこちらのマニキュアがサラサラしてたので少し取り除いてあげました。爪楊枝の先端を使って余分なマニキュアを取り除きます。多分この紫のカラーだけが取り除けると思います。こんな感じで縁についたマニキュアを取っていきます。この時に縁内側ですね、ちょっと出っ張っていたりするマニキュアがあると、そこも一緒に次にレジンを流した時に硬化されてしまうので、できるだけ綺麗に取り除いておいてください。横から見るとこんな感じです。全体を見て爪楊枝を使って先端を当てて横に滑らせながら乾いたマニキュアを取っていきます。こんな感じで少し引っ掛けて、削っていくような感じです。はい、ではこんな感じで綺麗にしたらしっかりと乾かしていきます。マニキュアが完全に乾いたら、コーティングのレジンを流していきます。このくらいの量をたっぷりと、流してあげたらしばらく置いて、またいつものように爪楊枝を使って、全体に広げていってあげます。たっぷりめに流したら少し下に向けて、この通し穴のところですね、横を通してあげたら爪楊枝を使って誘導してあげると、広げやすいかと思います。こんな感じで全体に広げていきます。一周して爪楊枝を、横に寝かせてあげると作業がしやすいです。縁のところにしっかりと、レジンをつけておきます。コーティングの意味ですね。はい、こんな感じで余分なレジンを取り除いたら、その後硬化していきます。こんな感じで、硬化していきます。横から見るとこんな感じになっております。硬化が終わりました。そしたら裏を向けて、ゆっくりと、指で押し出してあげます。この時に、通し穴のところが折れないように気をつけてあげてください。はい、こんな感じでゆっくりと取り出して、こんな感じの仕上がりになっています。裏面はこんな感じで、横から見るとこのくらいの厚みが出ています。少し、お椀型になってますね。横のバリを取っていきたいと思います。なんですが、ちょっと見た時に、こっち試作品なんですけれども、下の紫の色をもうちょっとこのくらい出したいなと思ったので、本当はここでもう削っていく予定だったんですけれども、少し紫を足したいと思います。さっきのこのマニキュアを取り出して、ほんの少し表面に塗ってあげます。薄く取ったらこのくらいですね、ちょっと足すくらい、紫を足してあげたらこちらが乾くのを待ちます。色味はここで確認しておきます。はい、そしたら、先ほど使ったシリコンモールドを、きれいにしていきたいと思います。こんな感じでキッチンペーパーをこのくらいの大きさに切って用意してるんですけれども、これで手を拭いたり、爪楊枝筆拭き取ったりとか、いろいろできるので、こんな感じで使っています。今、エタノール消毒液を染み込ませて、このキッチンペーパーでモールドを、きれいに拭いていきます。次は、空のプレートを作っていきたいと思います。
こんな感じでしっかりと綺麗にして、色が残らないように取り除いておいてあげます、はい、では、空のプレートを作っていきたいと思います。こちらは、第1層目はそんなに薄くしなくても大丈夫なので、ある程度のレジンを流したら先ほどと同じように爪楊枝で全体に広げていってあげます。通し穴の方が、同じように通りにくいのでまた少しずつ足しながら広げていきます。こんな感じで硬化します。で、硬化をしている間に先ほどの虹のプレートの方ですね、乾いたと思いますのでこんな感じに仕上がってます。ここにレジンも流していきたいと思います。紫のところをカバーするので、この辺りに置いて全体に広げていきます。本当は薄くしたかったので厚みは出したくなかったんですけれどもコーティングはしないとマニキュアを挟んでいる形になるのでしっかりと乗せていきます。こんな感じで横から見てある程度コーティングできたなと思ったらこれで硬化していきます。こちらはこれから削っていくので形はあまり気にしません。ではこちら空のプレートがの第1層目が硬化できました。そしたらまたレジンをこのくらい置いてしっかりと全体になじませていきます。こんな感じで爪楊枝を使ってしっかりと端まで行き渡らせたら今度はカラージェルのホワイトを爪楊枝の先に取って今流したレジンの上にトン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 と置いていきます。これで今雲の形を作っていきます。また少量を取って爪楊枝をトントントンと動かしながらなんとなく雲の形にしていきたいと思います。こんな感じですね。宇宙塗りの時のように、クリアなものとはっきりした線とを残していくんですけれども今回はなるべくはっきりしたクリア感のない雲を作っていきたいと思います。虹のプレートがこの上に来るので白がはっきり出ていた方がカラーが綺麗に見えるかと思って、こんな感じで作っています。爪楊枝の先端を使ってくるくると少しずつ様子を見ながら少しクリアなところを作りつつなるべくはっきりした感じでこんな感じで作っていきます。裏から見て、いいかなと思ったら表に向けて、縁についた余分なレジンと、ホワイトのジェルを取り除いてきれいにしたらここで一旦硬化します。横から見てこんな感じになっています、はい、ではこちらの虹のプレートの方の硬化も終わりました。こんな感じで仕上がっているのでゆっくりと剥がしていきます。こんな感じですね。横から見てこの厚みがあるんですけどこれを削っていきたいと思います。はい、ではこちら雲の方も硬化できました。そしたら今度は筆を持っている方は筆を使ってほしいんですけれども空カラージェルのライトブルーを取って空の色をつけていきます。なるべく薄く均等に伸ばしてあげてください。手に取ったらモールドの向きを変えて塗りやすい方向に向けて少しずつジェルを伸ばしていきます。こちらはネイル用のカラージェルです。こんな感じでしっかりと伸ばしていきます。塗りにくいこちらの端っこには全体に広げたら、筆を縦にして、端の方までしっかりと塗ってあげます。この通し穴の部分のところも、筆を縦にしてゆっくりと
少しずつ広げていってあげます。こんな感じで塗り残しがないようにしっかりと埋めてあげます。塗り終わったら、筆をきれいにしていきたいと思うんですけれども、先ほど切り取ったキッチンペーパーにこんな感じで筆は優しく押し当てて、挟んだりしてエタノールを染み込ませたキッチンペーパーで拭いてあげ、拭き取ってあげます。こんな感じですね。で優しくなじませたらこれできれいになりました。ちなみに例えば細い筆の場合でしたらこんな感じでジェルがついてるとしてくるくるくると回して蝶々の線を描いていた時みたいに急ぎの時は今みたいな感じで急いで拭き取ることができます。そしたら、きれいにした筆の先を使ってゆっくりと余分なカラージェルを取り除いてあげます。横から見て筆の角を使ってスーッと余分なジェルを削っていくような感じで取ってあげます。取り除いたらエタノールを染み込ませたキッチンペーパーで拭き取ってあげます。こんな感じでスーッと横に引いてきれいにしたいところに当てて、こんな感じで全体裏から見たりして綺麗になったら硬化します。ではこちらの削りに入りたいと思います。では、こちらが試作品のものなんですけれども、今作ってたのがこちらでこのくらいの厚さにしたいです。こちらさっき後からジェルをレジンを足したので少し厚みがかなり出ちゃってるんで大変かもしれないんですけれども、今回はネイルファイルの100グリッドを使っていきます。もう使い古したもので大丈夫ですので、普段は爪に当てて使うものなんですが今回ここで、ヤスリの代わりにして削っていきたいと思います。こんな感じでまずここの部分を先に取ってしまいます。穴の部分空いたところ取ったら、指で両端を持って均等になるように押し当てたら横にあまり力を入れずに素早く動かしていきます。だんだん削れていきます。こんな感じですね。100グリッドは、割と粗いヤスリになっているので、素早く厚みを落としたいときに使っています。だんだん削れてきました。こんな感じで少しずつお椀が立ってなくなってきます。そしたら今度は180グリッド、さっきよりも細かいネイルファイルを使って少しずつ整えていきたいと思います。裏が今こんな感じで先ほどと同じようにしっかりと持って均等にまっすぐになるように削っていきます。横から見て微調整はこんな感じでしても大丈夫です。ここだけ少し厚みがあったのでこんな感じで削っていきました。100を当てたのでまあいいかなと思ったところでだんだん削れていったのでもう少し削りますね。こんな感じで削っていってもう少し削っていくとだんだん白くなってるところが、削れてるところですね。で最後180グリットを使って少し滑らかにしてあげます。こんな感じでまっすぐになるように両端を持って、机に置いてテーブルの上に置いてまっすぐにしていきます。削りがこちらで終わりました。少し、拭き取ってきれいにしてあげます。こんな感じで、はい、少し削りは薄くなりました。こちらで完了です。横から見てこのくらいの厚さまで削ることができました。
では、こちら空のプレートですね、最後のコーティングをしていきます。青のカラージェルの効果が終わったら、こちらもたっぷりとのせて、爪楊枝を使って全体に伸ばしていきます。ゆっくりとレジンを傾けて流してあげたら、爪楊枝を使ってゆっくりこんな感じで全体に広げていきます。なるべく爪楊枝を寝かせてあげながら全体に広げていきます。そしたらこちらも表面のコーティングをしてしまいます。レジンを少量置いて、今削った白くなってるところですね、そちらの上に置いたら、爪楊枝を使って、薄く伸ばしていきます。表面が隠れるくらいで大丈夫なので、せっかく薄く削ったのであまり厚みを出さないようにしながら表面をきれいにコーティングしていきます。台芯の向きを変えて、こちら側からも少しずつ伸ばしていきます。こんな感じですかね。全体に薄く伸ばして、横から見るとこんな感じなので、乗せすぎたところは爪楊枝を使って取っていきます。濡れてないところがあれば、爪楊枝の先端を使って全体に広げていきます。こんな感じで、硬化していきたいと思います。サイドを塗るときは、こんな感じで台紙を折り曲げてしまうと、塗りやすいです。で、横から見るときも、こんな感じで持ってあげると見やすいかと思います。はい、では全体に塗れたなと思ったら、硬化します。で、空のプレートの方の硬化も終わりました。ゆっくりと押し出してあげます。こんな感じで出来上がりです。こんな感じで硬化できました。空と、雲ですね、横から見てこのバリを取っていきたいと思います。厚みもこのくらいありますね。ここがすごく出っ張ってるので、100グリッドがどのくらい削れるかというと、これでもうこのバリはなくなってしまいます。なので、ある程度ここでまっすぐにしてあげたら、さっきのようにテーブルの上に置いて削っていきます。はい、ではこちらの硬化も終わりました。全体から見て、大丈夫そうだなと思ったらゆっくり剥がして、はい、完成です。こちらが虹のプレートになります。から見るとこんな感じですね。はい、ではこちら空の方のプレートも終わりました。横から見てこのくらいの厚さまで削って、裏はちょっと時間の関係上コーティングはしておりませんが、ほとんどコーティングされている状態です。で、表側ですね、虹のプレート表側に一旦薄くレジンを塗って、その上にストーンを乗せました。で、これで完成です。はい、出来上がりました。この虹のプレートこんな感じになってます。ちょっと小さいので今回、こちらが空のプレートです。青空に雲がかかったような感じで、裏は、周りだけ削ってあります。これ重なるとこんな感じになって、重ねないと少しクリア感の残ったこんな感じのプレートになります。では最後、少し大きめのシーカンを、取って指カンのはまるところを探して、ここですね、グーッと縦に広げてあげます。そしたらまず空のプレートをしてあげます。その上にこちら側の虹のプレートも通してあげます。よいしょ、こんな感じになります。
これ分厚すぎるとここに入らないので、なるべく薄く作りました。はい、では閉じたら横からぐーっと押さえて、こんな感じで強く締めたら、これで、パーツの完成です。今回は、2つ2枚のプレートを合わせたこんな感じの作品になりました。はい、マニキュアで手軽にできる感じがいいですね。そうだと2枚のプレートで、こんな感じのゆらゆらしたタイプになります。横から見ると、クリアで、重ねると虹の色も見えるという仕組みになってます。こんな感じの出来上がりです。重ねるとこう見えて、で下には青空が広がっている、そんな感じの作品になりました。裏側はこんな感じです。はい、今回赤、だいだい、黄色、緑、青、藍色、紫という感じで、作ってみました。ジェルと、こちら二度塗りしたもので、これが試作品のものなんですけれども、やっぱりこれくらいの透明感があった方が綺麗だなと思ったので、こちらにしました。次回は、レジン専用の着色顔料を使って3色で、虹を作ってみたいと思います。レジン、マニキュアを使って虹の作り方でした。